市原隆之は愛知県名古屋市中村区出身で北の海部屋に所属した大相撲力士。本名同じ。愛称は、いっちゃん。身長183センチメートル、体重184キログラム、血液型は A 型。特異種は月、押し、左四つ、より。好きな食べ物は寿司、嫌いな食べ物は、プチトマト、好きな色は、ローズ、趣味は掃除。 最高位は、西前頭13枚目。2009年1月以降は、清瀬海高校。2011年の大相撲やお嬢問題にて、引退勧告処分となり、引退した。なお、清瀬海の四個名で、幕打ち在位はない。中学2年生の時に、中京クラブで相撲を始め、1999年には、小田中学校3年生で、中学生横綱に、 2001年には埼玉栄高校2年生で高校横綱に輝く。2003年に日本大学へ入学して相撲部へ入部した。大学の同期生には森や山本、南などがおり、4年時には首相を務めた。高校と大学とで通算11巻のタイトルを獲得し、2006年には国民体育大会の青年男子 A と全日本相撲選手権大会を制し、 国際大会でも相撲が正式競技となった、ワールドゲームズ2005で無差別球金メダルと 115kg 超級銀メダルを獲得した。これらの成績により、本人は2001年に、現行の幕下付けで制度が開始されてから、初めて幕下10枚目格付けでの権利を得た人物となり、日本大学相撲部の先輩である、木瀬親方が師匠を務める木瀬部屋へ入門して、 2007年1月場所に本名の市原を四個名として幕下10枚目格付けでで初土俵を踏んだ。当時創設3年目の木瀬部屋において本人は入門してすぐに部屋頭になった。初土俵となった2007年1月場所では5勝2敗の高成績を挙げ、翌3月場所から同年7月場所まで3場所連続で勝ち越し、 東幕下筆頭の位置で迎えた同年、9月場所でも6勝1敗と大きく勝ち越して、翌、11月場所に、新十両へ昇進した。新十両で迎えた2007年11月場所では13勝2敗の、好成績を上げて、優勝決定戦まで進出し、優勝決定戦では、日本大学の1年先輩である堺沢に敗れて十両、優勝は逃したものの、 東重量11枚目の番付でありながら、番付を一気に上げて、翌2008年1月場所において、新入幕を果たした。わずか1場所での重量通過は、大気候以来17年ぶり13人目の快挙となった。2008年1月場所の番付発表があった2007年12月に、初めて曲げ姿で現れた。 新入幕となった2008年1月場所では8勝7敗と勝ち越したものの、続く3月場所では、初日の豊か新勝戦で右膝に全治2週間の怪我を負って2日目からは休場し、翌5月場所では10両へ陥落した。同年7月場所では14日目に勝ち越しを決めたものの、先週楽は右膝前十字靭帯の損傷の疑いのために休場した。 その後、怪我の影響で重量界に低迷したことから、身を清めるとの意味を込めて、2009年1月場所に、嗜名を、本名の市原から、清瀬会へと改めた。なお、清瀬市との関連性は、一切ない。2010年に発覚した、大相撲野球賭博問題では、野球賭博に関与したとの理由で特別、調査委員会から、同年。 7月場所における近親救助を勧告されたために、同年、7月場所を全休し、翌、9月場所では幕下へ陥落した。なお、大相撲野球賭博問題に関連しては、本人は2011年3月3日に、賭博会長釣り容疑で書類送検されたが、同年3月17日に、権威不十分との理由で不起訴処分となっている。2011年2月2日に、 警視庁の大相撲野球賭博問題の捜査において押収された携帯電話から春日金に八百町の段取りを指示した E メールが発見されたと報道された E メールは削除されていたが復元した結果その文面が明らかになり2010年5月場所3日目で清世界が春日金を破った取り組みは E メールで打ち合わせた通りの取り口だったという 同月22日には本人は否定しているが特別調査委員会が八百町に関与したと認定したことで本人は二度と土俵に上がれないと引退を決意していると報道された。この時点では本人から引退届は提出されず、また本人は聞き取り調査は一回受けたものの調査のために特別調査委員会から求められていた任意での携帯電話や 預金通帳の提出要請に応じる意思は示さず、特別調査委員会に対して自身の携帯電話や預金通帳を提出しなかった。同年3月31日に特別調査委員会は2011年1月場所でも、清世界が800兆を行ったと判定し、同年4月1日に本人は日本相撲協会から引退勧告を受けた。 本人は取材に対してこの処分については納得がいっていない疑わしいメールがあったかもしれないが土俵上ではやっていませんと語ったものの同年4月5日に引退届を提出して受理された引退後は2011年11月に墨田区金市長にスナックスナック愛を開店開店後にはテレビにも何回か出演していたが2015年9月末に 閉店した。その後は、相撲イベント会社に勤務し、自らもイベントに出演している。2017年4月より、日大東北高校相撲部監督に就任。大きな体格を生かした突き押し相撲を得意とするが、大相撲解説者の北の富士は、180kg という、あんこ型の大きな風体であるにもかかわらず器用な、相撲をすると評し、新入幕の場所では、 新入幕なの2十年いるような外観だとも評した。ミノモンタにも TBS、ミノモンタの朝ズバにおいて、この子本当に新入幕と評された。一方で、回しの締めが緩い、もっと前に出る相撲をすべき、と、花籠親方からは苦言を呈された。膝を故障して、以降は、本来の相撲を取ることができずに、立ち合いでの変化が多くなり、 解説人からも厳しく批判されていた。引退時の番付は2月28日発表の巡席による。ありがとうございます。